はい、皆さんこんにちは、ワンダレベル藤です。では今回は対抗力士展5明智光秀プレイも続けていきたいと思います。光秀、なんですけども、吉岡道場に入門した後ですね、免許改善取りまして、これから道場破りが可能ということになりました。一方ですね、信長率いる織田家がで吉本にだいぶ攻められている状況で、すでに名古屋を吉本に奪われて、小牧山が今合戦中というステータスになっています。おそらく吉本に信長が滅ぼされてしまうんじゃないかなというふうに思ってはいます。では早速続きをプレイしていきましょう。表情までまだちょっと時間があるので、この間に、そうだな、鉄砲の指示でも受けておきましょう。鉄砲火事に入り、そこで一旦技能レベルを上げてもらいます。で、信長がやられたら小牧山城を斎藤家のものにするべく合戦を提案していきます。で、なんとかね、斎藤家の領地を増やしておきたいなと思うので、合戦に、合戦もすごく久しぶりなんで、どこまで戦えるかですけどね。吉本が総力戦に入ってきたら、これを撃退するのはかなり難しくなりますからね。織田家が滅亡ですね。さあ、では早速登場していきます。では、方針の意見、合戦。場所は、小牧山。よし、合戦だな。では、今川との戦いになりますね。で、光秀も出陣できると。で、光秀は武将に、挙げています。まあ、上がっていますって言った方がいいかな。道山義達がそれぞれ4000、光秀が3000、義成が3000というところですかね。果たしてこれで勝てるのか。松倉から援軍、姉小路から援軍が来るということですね。では、さらに援軍の要請をしておきましょうか。野戦になるかなと思いましたけど、森吉成が先行第一、義達が第二か。確かに義達もね、まずそもそも軍勢の数4000っていう数は強いですし、統率もそこそこありますからね。まあ、光秀はさらにその上を行くので、しっかり力を発揮してほしかったところではありますけどね。さあ、ではまた50日間あるので、ここは大港経由で災害にでも行きますか。では交易品をまたいつものように購入していきます。紅花、
でいいかな。で、なんとしても鉄砲の能力も上げていきたいというのがありますからね。山賊に合う。この山賊戦めんどくさいからな。ちょっと山賊戦はパパッとやっちゃいます。はい、危なかったですが無事退けてます。このまま今日の街に入っちゃいましょう。で、まず石宅で薬を買っておく。危ないからね。で、その上でザルに行きます。で、この後は祭壇に行きましょうね。ここには宿屋がないんだよね、京都にはね。なので一度堺経由で根頃の里に入りましょうか。22泊はちょっときついので薬を飲んでから寝ましょう。でこのままだと名古屋が吉本の手の内にある状態なので、続けて合戦申し込もう。西岸町道場で、いや西岸の町じゃなくて根頃の里だからこっちだな。さて、どうしようかな。忍び宅修行所、物資情報、この辺見てもあまり意味ないからな。それよりも修行だ。表情まであと12か。そしたらここで災害の町覗いておく。で、道場はどうなっている。いや、あまり意味ないな。鍛冶屋、いや30日は無理だ。もう11日しか残っていない。一度もう帰りましょう。でまた休んで表情に備えますか。で合戦に臨みましょう。パワーも全開する。名古屋城の調略か。これはこのまま行こう。して外交朝廷、これを受けようかな。過労ではないからこれできないしね。あとは名古屋城の破壊、忍術。忍術も持ってるからな。よし、これにしよう。破壊。防御度をこう下げて来いという話だね。じゃあ早速、名古屋城に移動します。今、合戦中だからね。3だけか。まずいな。
とりあえず報告だけ済ますよ。全くと言っていいほど上がらなかったな。では金は今回稼ぐかどうかちょっと考えどころだな。大港の町にとりあえず移動だけします。大港に入り浸ってるからね、完全に。で、物品購入、何かあるかな。茶入れ、ああこれ買っとこう。何、雷光術がある。これは買う。交渉しよう。895巻は結構高いからな。よし、来たな。で、こんなもんですかね。じゃあ金を使ってしまった以上は金稼ぎだ。では今回銅を買ってこれを堺で売りさばきましょう。で今日に行ってヨシテルに謁見しておきたいんですけどね。大河ドラマ麒麟でくるではもうだいぶ十兵衛がヨシテルと、まあ、知見を得ているというかね、そういう状態になってますからね。さて、ではこのまま一度商家に寄ってから移動しましょう。一応天王寺屋も覗きます。よし、大したものは売ってないので33日。そしたら一応御所と公家宅両方覗いておこう。まずは茶で御所、二条城も覗いていきましょうかね。じゃあ帰りがけに芥川城にいるって話ね、三好は。ではそうだな、朝倉義景のいる一条谷で足を伸ばしてみるか。わびさびの心を持ってるからね。まず城に登場。あ、取り継いでもらえなかったか。いや、取り継いでもらえた。光秀の名声もだいぶ上がってきたな。あまり喜んでもらえなかったか。まあしょうがないね。武家宅もう覗いていきましょう。朝倉ばっかだなぁ。では続いて小谷にも覗いていこうかな。私の顔を知らぬと申すか。一応茶を、おお、貴様さんには茶がだいぶ効いたな。長政はまだいない？滝川一政がいるな。一政のもとを訪れておこう。一政はね、茶器とか結構収集家だったと言われてますからね。あと慶順もいるね。今浜、ここには誰もいない？いないよね。沢山は六角が治めている。
そしたら少し時間が空いてるからな。キオスに入ってここも相手してもらえないかな。信友がいるのであればやっぱ薬を渡してあげる。あとは大勢茶を処方させる。いや、わびさびのところマジで使えるな。よし、ちょっと足を伸ばして信玄の顔でも拝みに行くか。木曽福島高東城諏訪この辺りだな。そうだね、筒ヶ崎館まで足を伸ばします。まあ義元と武田信玄は同盟を結んでいる以上我々は敵ですからね。よく目通りさせてくれたな。信玄茶席それなりに喜んでくれた。まあまあ悪くないね。武家宅も除く信重不在。あとは虎政茶席茶だ。茶をとにかく、おすごい、どんどん上がるな。確かね、一度システムファイルを消しちゃってるので、お、超考えるな。それだけもったいないかな。一度ね、またレベルを上げていかないといけないというのがあるので。では本拠に帰還して、その足で休息を取って表情に臨みましょう。で、 できれば野戦も久しぶりにこなしておきたいんですけどね。ここはどうせ叱られるだけなんで、スルー勢力攻撃、これはいいよ。方針は合戦だ。名古屋城よし、合戦だな。次ではここでも出陣すると。よし、本丸の陥落。これで名古屋城を手に入れましたね。光秀がよし、先行第一。なかなか悪くない結果だね。では今回はそうだな、鉄砲の技能を上げておきたいので、目頃の町まで、いや雑賀だな、雑賀まで行きましょう。で、民家誰かいる？誰もいない。あとは酒場、酒をちょっと飲んで、誰か
いないかな、誰もいないな。能力上げておきたいんだけどな。狙撃、なんか乱射みたいな、乱れ打ちみたいなのがあったと思うんですけどね、それが欲しいんだよな。で、一騎が奮起したという話か。これは急いで帰りましょう。で、帰りがけに京に寄って大港経由でまた売りさばいて帰る。合戦もここまで順調に来てるからね。このまま金をしっかり稼いで野党磨き破れないようにしないとな。ここまで稼いだ金がパーになってしまう。では大港経由で一度稲葉山に帰りましょう。やだよーやだよーと言ってたら会うよな。会いたくなかったのに。7人4人か、しかもしかも4人か。あっ、あっ、あっ、なんか大丈夫。さあ、では売りさばきます。できればやっぱり武力もう5ぐらい欲しいよな。となると物でなんとかするしかないですよね。なんとか物を身につけてそこで勝負だ。一応じゃあ消化を覗いていきましょう。物品購入、いや価値4とかもうあんま必要ないからな。どうしようかな。しょうがない、では帰ります。表情までなまっちゃいましたね。表情まで寝ましょう。7000もあるんだから金庫に金を入れとこう。4000万ほど入れとけばいいかな。では起業します。痛い目あってますからね、もう何度も。はい、ではね、ちょっといい時間になりましたので今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきましょうというところなんですが、このイベントだけちょっと見ておきます。はい、ではまた次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。